こんにちは。いきいき越谷の時間です。少しずつ暖かくなり、春の訪れを感じる季節となりましたね。さて、今回のいきいき越谷はご覧のラインナップでお送りします。市政ニュースは、越谷市 PR 動画の配信開始について、中核市移行に伴い制作を行った越谷市 PR 動画を YouTube で配信しています。特集は豪華2本立て、越谷散歩越谷ウォーカーをお届けします。東武スカイツリーライン蒲生駅東側エリアの楽しいスポットや美味しいグルメ情報をお届けします。街角ズームアップは、科学技術体験センターミラクルの出張サイエンスショー、今回は北越谷小学校で行われた出張サイエンスショーの様子をお伝えします。越谷トピックスは、これから行われるイベントをご紹介します。まずは市政ニュースです。越谷市 PR 動画の配信開始について、人口およそ33万6000人、埼玉県内において5番目の人口を誇る中核市越谷の魅力を、市内在住の方にはもちろん、市外在住の方にも知っていただこうと制作をしました。 PR 動画では、越谷市の特産品はもちろん、個性あふれる人々の紹介など、越谷市を知るきっかけを持っていただけるような動画を配信しています。動画配信サイト YouTube 越谷市公式チャンネルを検索するとご覧いただけます。今回番組では、現在配信されている動画の冒頭をお送りいたします。早速見てみましょう。あ、イオンレイクタウンですね。ショッピングセンターに、あ、何やら、あ、ドラムセットですね。ちょっと映画仕立てになってるんですね。でもいきなり立派なドラムセットが登場しましたけど、何が始まるんでしょう。ですよね、いきなり演奏が始まって、皆さんね、びっくりされてますけど、おこの謎の少女は一体誰なんでしょうね。すごい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 、おー、それは拍手ですね。いや、続きが気になる面白そうな動画でしたね。動画の続きは YouTube で越谷市公式チャンネルを検索、または越谷市公式ホームページでご覧いただけます。今回ご紹介した動画以外にも数々の動画を配信中です。越谷市が好きになる魅力満載の動画を、友人やご家族と一緒にぜひご覧ください。越谷市では AR 動画も配信しています。 AR 動画とはオーグメンテッドリアリティの略で、広報誌にスマートフォンをかざすと写真が動き出すものです。広報越谷でガーヤちゃん AR マークを見つけたら、写真にスマートフォンをかざしてみてください。映像で市内のイベント情報などを楽しむことができますよ。続いては特集です。今回の特集は、2本立て越谷散歩と越谷ウォーカー。松本リポーターが蒲生駅東側エリアをぶらりと散歩、一体どんな散歩になったのでしょうか。そして越谷ウォーカーでは、地域の方に聞いたおすすめのお店をご紹介します。それでは松本さん。はい、皆さんこんにちは。今回の特集は越谷散歩
ということで、私は今東武スカイツリーラインの蒲生駅東口に来ています。多くの方々が利用している駅なんですが、私来たのが初めてなんです。今からお散歩するのがとってもワクワクします。松本さん、あ、おはようございます。おはようございます。山木さんじゃないですか。おはようございます。今日は松本さんがこの蒲生で街歩きをすると聞いて、はい、ちょうど面白いイベントもやってるので一緒に行きたいと思って来ちゃいました。ぜひ一緒に行きましょう。はい、よろしくお願いします。では早速行きましょう。まず私たちが向かったのは蒲生駅東口前にある蒲生駅前商店街。駅からすぐ近くの場所にあるということもあってすごく便利ですよね。はい、そうなんです。駅の本当に目の前の通りなんでここを利用する方も多いと思います。はい、それにちょっとこの街路灯の色と形と装飾見てください。はい、なんかワクワクしませんか。こういう違いを目で確かめるのも商店街歩きを楽しむポイントの一つなんですよ。なるほど、そういった楽しみ方もあるんですね。蒲生駅前商店街は駅前通りを明るく照らす街路灯や防犯カメラを管理しています。また BGM を流すなどみんなが安心して気持ちよく通りを歩けるように工夫しています。さあ松本さん、はい、今日はどこでもお付き合いしますんで、はい、気になったお店入ってみませんか。いいんですか。はい、でも本当にたくさんお店があるのでどこに行こうかちょっと迷っちゃうんですけれども、はい、ちょっとあ、フラットガモ、あ、名前が面白いですね。はい、ちょっとフラット行ってみましょうか。じゃあその前にですね、はい、撮影許可取ってきてもらってもいいでしょうか。あ、撮影許可、はい、じゃあスタッフさんお願いします。松本さんお願いします。私、はい、わかりました。じゃあ番組のためにちょっと行ってきます。失礼します。あ、どうもこんにちは。あ、すいません突然。ちょっとですね、生き生き越谷という番組で、はい、OK だそうです。ありがとうございます。フラット蒲生は憩いの場の提供と暮らしのちょっとした困りごとを地域で支え合うサービスを行っています。暮らしのちょこっとお助け隊といって高齢者や育児中の方などで支援が必要な方に対し、事前にサポートスタッフ登録をした地域の方が買い物や部屋の掃除など日常生活のちょっとしたお手伝いを行うものです。お手伝いをしてくれるサポートスタッフには支え合い商品券を渡し、これは地域の商店街で利用できるんですよ。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。いや、先ほどから楽しそうにお話しされていますけれどもお友達ですか。たまたまここで一緒になった。え、たまたまですかチーフの中さんから職員の方みんな優しくていい方ばっかり。こちらの談話コーナーでは高齢者同士の交流の支援を行っています。地域の方に気軽に立ち寄っていただき、お茶を飲みながらおしゃべりを楽しみ、仲間づくりの場としてご利用いただけます。今回の腰ぶら散歩から番組特製ステッカーを訪問した先にプレゼントしているので、よろしかったらこちら店内に貼ってください。ありがとうございます。だいぶ歩いてきてまたまたお店が並んでいますね。そうですね、この辺りから蒲生ショッピングモール商店街っていうんです。大きなアーケードに街路灯もガラッと雰囲気が変わりましたよね。こちらにおしゃれなお店がありますね。はい、さすが松本さん、お目が高い。はい、こちら最近人気のカフェでして僕も気になってたんですよ。なんかレトロな感じもして雰囲気も良さそうですよね。はい、じゃあお腹も空いてきましたし、はい、ランチに入ってみますか。じゃあしょうかね。はい、じゃあちょっと撮影許可取ってきます。お願いします。オッケーです。こちらのテテカフェは季節のものを厳選し体に優しい食事を提供しています。私と山木さんは A ランチ、風間さんは B ランチを注文。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。こちらが豚肉の柚子ソースのっけご飯になります。はい、でそちらがサーモンとほうれん草のドリアです。わあ、美味しそうですね。こちらはどんなメニューなんですか。高知の方から無農薬の柚子を取り寄せてジャムにしたものをソースに絡めて乗せたものになります。い
リーズジャム、はい、そうですね、珍しいですね、美味しそうですね、はい、あ、僕だけこんなイチゴがついてるんですね。あ、はい、ガモのもぎたて屋さんも朝採れた新鮮なイチゴをお出ししています。じゃあ早速、はい、ではごゆっくり召し上がってください。はい、ではいただきます。いただきます。うん、美味しい。いろんな味がして、これ家庭じゃ作れない味ですよね。美味しい。うん、このチーズの焦げたところがすごい香ばしくて美味しいです。本当にお野菜もたくさん入ってますからね、健康にもいいですし、どれも美味しいですね、はい、3人で食事もおしゃべりも楽しみ、にぎやかなお昼になりました。こちらのテテカフェでは手作りお菓子のお持ち帰りもおすすめです。お料理本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあこのステッカーをお店に貼ってください。はい、はい、ぜひ貼らせていただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹もいっぱいになって、お昼を過ぎると雨が降ってきました。続いて見つけたお店はこちら、洋品店ですかね。そうです ね、レトロなお店ですけど、うん、ちょっと行ってみましょうか。行ってみますか。じゃあ、はい、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。こちらのお店、テレビ撮影 OK ですかね。大丈夫です。 OK ですか。はい、すいません。 OK です。こちら素敵なお洋服がたくさんありますけれども、始められてから長いんですか。今年で20年になります。20年、はい、って言いますと何代目になるんですか。私でちょっと3代目になりまして、はい、すぐ近くなんですけども、両親が一応本店という形で洋品でやってますので、でこっちは一応支店になってますので、たくさん品物ありますんで、はい、まあ、もしご自分に気に入ったものありましたら、試着室ありますから来てみてください。いいですね、はい、そうだ、それじゃあ、はい、松本さんと山木さんで着こなし対決なんてどうですか。でお店の人に判定してもらって。やりましょうか。山木さん、勝負しましょう。頑張ります。頑張ります。はい、ではお二人準備ができたようなので呼んでみましょう。まずは山木さん、お願いします。はい、いかがですか。春らしくなりましたね。今年流行りのビビットカラーを使って、はい、とてもいいと思います。なるほど、はい、ビビットカラー流行りなんですね。流行りです。今年はこれが流行りま す、 す、ね、ぜひともお願いします。ただ一つ言わせていただきますと、ワンポイント、このネックレスをつけるとよりよいいかなと思います。はい、ちょっとつけてみます。なるほど、そうですか。ちょっとアクセントになって素敵になりました、はい、ありがとうございます、はい、では次に松本さん、お願いします。はい、いかがでしょうか。鮮やかですね。はい、そうなんです。やっぱ春ということでね、はい、ビビットオレンジにビビッと来てしまったわけなんですよ。いかがですか。はい、いや、もう今年ビビットが流行ですから。そうですよね。しかもですね、いい今これ注目のヒット商品ということなんですよね。はい、はい、ヒット商品なんですね。ね、はい、そうなんです。そうなんです。ただ一つ言わせていただきますと、はい、ワンポイントとしまして、はい、ヒット商品じゃなく、はい、こちらです。はい、こちらの方が値下げしましたが、出てまいりましたけども。そうですね、まあ、値下げしたということで、はい、お買い得ですよ。はい、はい、それではいよいよ判定に参りたいと思うんですが、はい、判定はいかがでしょうか。悩んだんですが、松本さんです。いいですか。やったー、ありがとうございます。次回またリベンジさせてください。はい、もしよかったらこれ番組のステッカーなんですけど、お店に貼ってください。ありがとうございます。ぜひ貼らせていただきます。ありがとうございました。ました。マルショー支店を出るとあれ、これって何ですか。町ゼミって書いてありますけれども、はい、町ゼミというのはですね、お店の人が、講師になって専門的な知識とか技術などのお得な情報をお客さんに伝えるという町のゼミナルなんです。お得な情報を教えていただけるということなんですね。そう、はい、これなんです。松本さんに紹介したかったイベント、はい、早速やってるので、はい、行ってみましょう。行ってみましょう、はい、そしてやってきたのは蒲生旭町整骨院。こちらの町ゼミでは
獣生士が教える本格的な体幹トレーニングを体験することができるほか、お灸講座などを行っています。蒲生朝日町接骨院にやってきました。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。ちなみに皆さんの中で体にお悩みがあったりとか、日常生活でお困りのことをお持ちの方はいらっしゃいますか？はい、皆さんですね。そうしましたら今日しっかりと頑張ってやっていけば必ず改善するので頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。では早速こちらの方で姿勢の方を見ていこうと思うので、じゃあ一番はい、よろしくお願いします。僕もう左肩がかなり上がっていてズレが分かると思うんですけれども、はい、結構こういった方に関しては頭痛が起きやすかったりとか、肩こりなんか特に出てきやすくなってしまいます。ダラダラーンとします。すぐ立ってください。頭かなり前に出ているので、デスクワークが多い方だったりとか、結構そういった方非常にこういう姿勢になりやすくなります。体が後ろ側にねじれているっていうのもあるんですねこの時期だとぎっくり腰なんか非常に気をつけなくてはいけないかと思います。はい、そうしましたらトレーニングを早速やっていきましょう。お願いします。はい、あ、いいですね。つらい。はい、そしたら今度はこのまま逆足もじゃあやってみましょうか。逆足もゆっくり上げます。これ上げすぎです。あ、すみません。厳しい。はい、そしたら OK です。じゃあゆっくりとこれ立ち上がってもらっていいですか。はい、はい、お願いします。自信ありますか。あります。はい。はい、最初と比べると下がりは減ってるんですけれども、はい、でもまだまだ改善の余地はある体ですね。なるほど。もっとやっていけばもっと良くなります。はい、続けていけば。姿勢が良くなるということですね。はい、とこれはいいと思いますよ。すっごくすっごくいいと思います。最初左側に反れてるって言ったんですけれども、はい、今ほぼ真ん中です。お、結構変わりましたね体の反りがかなり減ってきているので、しっかりお腹の筋肉に力が入っている状態です。これなら今年の春も腰は痛めなく済みそうですありがとうございました。ぜひとも自宅に帰ってもやってみてください。はい、体幹トレーニングを教えていただきましたけれども、これからも続けてね、美しい体のラインを作っていけたらなんて思いますよね。はい、よろしかったら番組特製ステッカーです。ありがとうございます。嬉しいです。貼らさせていただきます。さて最後にエナカフェにお邪魔しました。ではミルクティーいただきます。食器もおしゃれですね。うん、甘いですね。すごい濃厚で美味しいです。松本さん、はい、今日の散歩はどうでしたか？今日ですね、本当にですね、様々なお店を見せていただいたんですが、お人もですね、そのお店自体も本当に魅力にあふれていましたね。そうなんですよ。この辺りの商店街には他にも連れて行きたいところがたくさんあったので、1日じゃ全然時間が足りませんでした。実際に入ってお店の人とお話しするのもすごく楽しいですよね。ぜひまた来てください。はい、浅丸さん、山木さん、本当に今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。そして今日撮影にご協力いただいた皆様ありがとうございました。いや、本当に元気でね、明るい商店街からパワーをもらいましたよ。スタジオにいる川上さんにもお土産をお届けしますね。それでは続いての星グルウォーカーをお楽しみください。さて、松本さんからバトンをもらいお送りする新たな特集企画、この街で美味しいというお店を街の人が決める星グルウォーカー。今回は蒲生駅東側エリア、調査人数は50人。美味しいと街の人が選んだお店第1位は鉄板餃子堂満天食堂。早速お店へ行っておすすめの一品をご紹介しましょう。今回は鈴木店長おすすめの満天焼き餃子と、コシグルウォーカー調査員小沢さんが気になった熱烈担々麺を注文しました。はい、お待たせしました、こちら当店おすすめの、満天餃子と、熱烈担々麺になります。うわ、美味しそうですね。小沢調査員も釘付け。こちらの満天焼き餃子はお店ナンバーワン人気。熱々の餃子をいただきます。
肉汁が、もうジューシーで美味しいですね。こちらはお野菜も入って、野菜はキャベツ、ニラ、その他まあいろいろ入ってますけれども、はい。ビールが飲みたくなりますね。小沢調査員、ビールは後にして熱烈担々麺の味を聞かせて。香りがすごくいいんですよね。あのごまだけじゃなくて、そのこの上の油が多分何かポイントなのかなと思うんですけれども、こちらのひき肉もなんか普通食べてるの違うような。店長、こちらのひき肉はこだわりのポイントは？はい、はい、そちらが、自家製のザージャンとなっておりまして。ザージャン、はい、ひき肉を甘辛くこう煮詰めたものになってます。へー、初めて知りました。この一杯にお店のいろいろなこだわりが集約されてるんですね。そうですね、はい。店長、ところでこちらのお店オープンして何年ぐらいになるんでしょうか？はい、おかげさまで5年になります。5年ですか。はい、単にですね、お腹を満たすだけの、飲食店ではなくてですね、はい、お客様に喜びですとか癒しですとか、そういったものをお届けできる料理を常に作るように心がけています。なるほど、確かにこの料理にはそういったあったかい気持ちがすごい込められている感じしました。そういった愛情がやっぱり美味しさの決め手になってるんだなっていうふうに本当に思います。今日は本当に美味しいお料理どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。鉄板餃子房満天食堂は蒲生駅東口より徒歩3分、年中無休で営業しています。混雑している場合もありますので、お越しの際は電話で確認をお願いします。コシグルウォーカーでは紹介したお店に番組特製ステッカーをプレゼント。来店の際にはぜひチェックしてくれ。それでは次回のコシグルウォーカーをお楽しみに。満天食堂、素敵なお店でしたね。さて、スタジオにはコシブラ散歩のお土産が届きました。松本さんおすすめ和菓子吉田屋の田舎まんじゅうとマドレーヌをいただきます。吉田屋は蒲生ショッピングモール商店街にある和菓子屋、越谷ブランド認定品田舎まんじゅうを製造しています。材料一つ一つにこだわっている手作りのお菓子が人気です。では田舎まんじゅうからいただきますね。お、ずっしり。わー、あんこがぎっしり入ってますね。いただきます。美味しそう。すごくコシがあって滑らかさもありますね。あ、すごく上品な味わいで美味しいです。続いてマドレーヌいただきます。和菓子屋さんのマドレーヌ、珍しいですね。あ、もうバターのいい香りがします。すごくバターの風味が豊かで、わー、穏やかなこの甘みもすごくいいですね。美味しい。皆さんもぜひご賞味ください。続いては街角ズームアップ、科学技術体験センターミラクルの出張サイエンスショーについて。越谷市科学技術体験センターは、実験・工作などの体験を通して楽しみながら理科や科学に親しめる施設です。ここでの体験が夢につながり、良い未来が来るようにとの願いを込めたミラクルという愛称で親しまれています。科学技術体験センターは小中学校を対象に出張サイエンスショーを実施しています。今回は先月開催された北越谷小学校6年生の出張サイエンスショーの様子をお届けします。教室に集まる北越谷小学校6年生の皆さん、ワクワクしている様子ですね。そしていよいよ始まったサイエンスショー。このご縁がね、一瞬でなくなっちゃう。
ここ置きますけど、見えるかな、これ見えます？ちょっと乗っかってるんですけど、この紙コップを使って一瞬で消えます。いきますよ、ワン、ツー、スリーってやる。ちょっとね、緊張ちょっと疑ってますね。見てください、こうなってます。大当たりです。磁石でくっついてる。ここがね、科学的な考え方。最初はね、このお水とお水です。お水とお水混ぜるとどうなるかって実験です。はい、お水の量が増えました。こういうの科学変化って言わないですけど、ここからですよ。見ててください。ヨウ素とデンプンを使った反応です。はい、水の色が何種類変わるのかすごかったです。はい、水の色が何種類変わるのかとか調べてみたいなって思います。今日の実験がとても面白かったので、これからの理科も頑張っていきたいと思いました。サイエンスショー盛り上がっていましたね。児童たちは理科や自然科学に対する興味関心を高めたのではないでしょうか。科学技術体験センターは子どもから大人までワクワクする科学の体験ができます。ご家族で足を運んでみてはいかがでしょうか。続いては越谷トピックス。これから行われるイベントをご紹介します。ではチューリップコミュニティフェスタ2016は4月3日の午前10時から午後2時まで、では公園で開催されます。色鮮やかなチューリップは地域の方や小中学生が球根から育てています。池には水耕栽培のウォーターチューリップが浮かび、巨大なチューリップガーデンが鑑賞できます。また屋外ステージでは小中学生の児童生徒による演奏や地域の方の模擬展が出展します。イベントの最後にはチューリップの鉢植えを1人1鉢無料配布します。ではチューリップコミュニティフェスタ2016についてのお問い合わせは 048-940-7521 048-940-7521 までお願いします。毎年大盛況のではチューリップコミュニティフェスタ、たくさんの方のご来場お待ちしています。さて今回のいきいき越谷はいかがでしたか。ご覧いただいたいきいき越谷の映像は広報広聴課で貸し出ししています。また市のホームページからもご覧いただけます。ではお別れの時間です。次回のいきいき越谷もお楽しみに。